スウィンガー TV、 スウィンガーです。3月19日日曜日、今日は西武対ロッテのオープン戦の試合を見に行きたいと思います。今日の先発ピッチャーは、マナブさん、三馬投手ということで、先日の、静岡の草薙球場に続いての、登板になります。で、今日は噂によると菊池選手、種市選手といったピッチャーが、登板するそうです。なので、ね、種市選手、またマリンで投げれる姿を見れるので、僕はね結構嬉しいですね。ちょっとね頑張ってもらいたいなって思います。で、今日はお待ちかね、千葉ロッテマリーンズ新応援歌が発表される日になりました。ロッテは3年間ぐらい、新曲を出してなかったので、果たして何選手が新曲を披露されるのか、そこちょっと楽しみですね。そして、ジャンプ応援はいくつ存在するのか、そして応援歌の原曲は何なのかっていうのもね、ちょっと楽しみながら、応援していきたいと思います。で、マリンでの声出し応援したことが僕ね全然ないので、直近だと2019年の開幕戦が、マリンでの最後の、声出し応援でした。それぶりの、声出し応援です。僕は先週の静岡よりもちょっと声出して応援できたらなって思いますし、もうね今日の試合、先日から、マスク着用での、試合観戦は、まあ、個人の判断に任せますよっていうことなので、スウィンガーマスクもう外します。はい、やっぱね、まあご覧の通りサングラスかけてるんでね、マスクを着用して応援したらもう曇るよね。し、まあ僕はね、あの花粉症でも何でもないので、もう外しちゃおうかなと。はい、ということで、もうこの状態で応援したいと思います。はい、まあ、やっぱ楽しみなんでね、本当応援は。じゃあもう早速球場の中入っていきましょう。レッツゴー。本日の試合、西武対ロッテ2対1でマリーンズビクトリー。はい、
ということで僕現地観戦2連勝することができました。試合の総評は今日はもうちょっと手短にいきます。あんまり、まあ、2-1 なんで内容がちょっと薄いので、まあ、とりあえず山口選手がえぐいっていうのと、リリーフ陣、ルーキーたちがよく頑張ってくれました。で、平選手がすごかったなっていう感じでした今日の試合は。まあ、今日はもう試合っていうよりも応援の総評、新応援歌を聞いて、率直な感想を今からちょっとね、言っていこうかなと思います。本日やっと、新応援歌が発表されました。結局4選手発表されましたね。高部選手、藤原選手、山口選手、安田選手ということで、まあ、残念ながらね松川選手と、トシ君とあと茶谷選手とかは、まだ残念ながら、汗をかいて涙を流していきましょうということでした。まずは高部選手、高部選手は、ジャンプ応援じゃなしに、カットバセ高部でしたね。ラララララで、しかもまあちょいちょい貸しありの応援歌で、ラララララ走り抜け、ラララ打て今ここで、はい、なんかね、まあ、まあ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 でもまあまあしか言ってない俺なんかでも去年素晴らしい活躍してくれたんでね、やっぱ高部選手こういう応援歌、まあ、ついてくれたということで、まあ、流用じゃなしに、まあ、高部選手の、まあ、オリジナルの応援歌が、作ったということで、うん、まあなんとかなるんじゃないですかね。覚えればきっと名曲になると思います。高部選手の応援歌は、山口選手はね個人的にいいと思います。普通に、いや、まあ、グッチーは多分ね他球団ファンからしたらね本当に嫌な応援だと思うんで、もう本当に威圧して、そのラーラーラーももちろんなんですけど、いや、まあ、グッチーのところはもう精一杯大きな声出したらきっとめちゃめちゃ神応援歌になるんじゃないかなと思います。あとはもうねそれぞれロッテファンの皆さんが、歌詞を覚えて音程を覚えて、3月31日の開幕までに、しっかりと、100% の力で歌えばいいんじゃないかなと思います。はい。で、藤原選手の応援歌はもうジャンプ応援歌ですね。藤原ヒットみたいな感じで、でなんか藤原選手の応援歌の原曲がパワポケのゲームの、音源らしいです。はい、ちょっと原曲聞いてないんで、ちょっと後で家帰って、調べて聞いてみます。はい、藤原選手はね、安定のジャンプ応援でいい曲でしたね。まあ、これはもうすんなりロッテファンの皆さんも、まあ、好評なので、このなんかツイッターとかそういうの見ていたらね、はい、ということで藤原選手はもう安定した、ジャンプ応援、まあ、あとは藤原選手も本人が活躍してくれるからですね。はい、で安田選手、安さんはね貸しなし応援歌でした。はい、意外でしたけどね、まさかのわっしょいわっしょいのソーレっていう、昔の根本選手ですね、根本選、あの平井選手とか、ティ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 、わっしょいわっしょいのやつですね。俺は好きだけどね、昔の応援歌、まあ曲の音色は違いますけど、あの歌詞が昔の応援歌戻ったなって。まあ、ワッショイと聞いたらねピントをつくのがやっぱホークスのチャンステーマだと思うんですけど、ホークスのチャンステーマはもう和ね、ワッショイワッショイ。ただ我々ロッテファンは、声が出せるので和じゃなくてうに小さいあに、小さいつでうわっしょいって言えばもうホークスと、桁違いの声量が出ると思うんで、うわっしょいって言いましょうロッテファンの皆さん。はい、そしたらもうホークスのチャンテと安田選手の応援歌の違いがきっと生まれるんで、はい、うから出していきましょう安田選手の応援歌。絶対安田選手の応援歌もいいものになると思うんで、はい、ポランコ選手はハフマン選手のユオです。で、なんかチーム応援歌じゃないんですけど、〇〇ヒットのつながりで誰々ホームランコールが、新たに、新設されました。でなんか普通のヒットコールとかは誰々ヒットを4回繰り返した後に誰かって言ってるんですけど、このなんかホームランコールはダンダン誰ホームランで言った後に、ジャンプするっていうラー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 おーかなおーで
言った後にもう一回ダンダン誰誰ホームランみたいな感じで、まあループしていく。これ結構新しいなと思って、これはきっと、相手にとっては威圧されるんじゃないかなと思うんで、覚えればきっと素晴らしい、ホームランコールになるんじゃないかなって思います。はい、最後にチーム応援歌として、タイトルがちょっと、ね、正式的にはまだ発表されてはないんですけど、白黒、はい、チーム応援歌白黒っていう応援歌発表されました。これなんか本当 J リーグのちゃんとみたいな感じで、ドン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 みたいな、まあなんかロッテの応援歌で言えばロッテの勝利が見たいから行くぜ北へと南へとみたいな感じですね。もう太鼓がドン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 みたいな、まあこれはおそらく僕の予想ではひょっとしたらあんまり長く使われないんじゃないかなって思います。わかんないですけどね。はい、まあでもしっかりと、ちょっと歌詞が続いて覚えにくいんですけども、まあ気合で、YouTube とか Twitter とか見て、覚えていきましょう。僕もあんま覚えてないんで、白黒の応援歌は覚えますしっかりと。はい、ってことで、まあ新応援歌が発表されたのは5曲なのかな。はい、まあ3月31日の開幕までにはもう全部しっかりと、覚えていこうかなと思います。はい、まあって言っても僕はねロッテ以外の応援歌もね、いろいろ調べて応援歌は覚えてるので、2時間あればロッテの応援歌は完璧に覚えられるかなって思います。はい、次の試合も勝ちましょう。以上スインガー TV でした。